とまあ、ブレイクタイムもほどほどに、じゃあやっていきましょうか。じゃあ、何日目かな ?4 日目かな?いきまーす。なんだろう、なんとかどこに、日々は穏やかにその瞬間やってくるまで。なんだろう。カネロウ? カネロウかな、今の。教室に入ると、そこにはいつもと若干異なる風景が広がっていた。光景か。すごい。じゃあ、レオ君、この問題はどう解くの?この場合は、こちらにある数列を2番目の式に代入し、x で全体を割ればいいんです。あとは簡単な公式に沿って解いていけば、答えを導き出されます。うわ、本当だ。ありがとう、レオ君。誰かと違い、嫌味なく親切にクラスメートを教えている。そんな微笑ましい様をくるぐる、なんだろうこれ、くるぐるしくかな、くるぐるしくにしておきました。一応くるぐるしく見つめる視点が一つ。あんな時から物を教わろうだなんてプライドっていうのがないんだろうな。ふん、いいさ、せいせいしたよ。顔のクオリティが低いやつは心まで低いってことだしね。今レオの周りを囲んでいる女生徒たちは数日前までは信じを誇っていたメンツだ。なら、この信の不機嫌さも仕方のないことなのかもしれない。あのガキもさ、背伸びして大人ぶりたいなら、身の程に合った場所でやってりゃいいのにさ。僕の前で頭いいふりしたって、必死すぎて恥ずかしいだけだって。そこは見えすぎだよ。そんなこともわからないなんて、やっぱりまだ子供っていうか。シンジの声に反応し、レオがこちらに視線を向けた。睨みつけたわけではないが、何を思っているのかその表情から読み取れない。あ、う いやー、そんなに大口叩くんなら見つめられる覚悟があって言ってるんですよねっていう主人公の横顔。なんだよお前、この僕とやろうっての?どもりながらようやく絞り出したシンジの声はほとんどつぶやきのような小ささだった。悲しいな。それが聞こえたのかは定かではないが、レオは視点をこちらに向けたままずっと立ち上がる。ピクリと萎縮するシンジと優しげな笑みを浮かべるレオ。彼の全ての所作がシンジとは正反対の気品に満ちている。申し訳ありません、知らず不快な思いをさせてしまったのですね。まだおしんじさんでしたね。気後れさせてしまったことも含めて、以後は気をつけるようにします。それだけ告げると、レオは静かに席に着いた。その柔らかな口調は、敵意もいや、嫌悪もないことを誠実に示している。あるいは元からそういった対象にすら捉えられてないの、いないのかもしれないが。ふん、僕には変わらないから頭を下げたってわけか。よくわかってるじゃないか。そういうことなら多めに見てもいいさ。うん、こんな、もともとあんな子供、眼中になかったけどさ。すみません、だいぶね、この文字と違うことを喋ってますね。申し訳ないです。シンジは、リョウが自分から視線を外したことをしっかり確認した後、平静を装って席に座り直した。よーし、マリアった。みんな、おは。はい。ギゴンと何度聞いても生物的にやばい音が響く。もちろん先生の心配をする生徒は誰一人もいない。俺も誰一人もいないっつったな。まあ間違っちゃいないけど、まあ強調しちゃったな。申し訳ない。あと数秒経てば復活することは目に見えている。慣れというものは恐ろしい。おっと、今日は昼やるんだ。シンジはまだ不機嫌だった。相変わらずレオのことがお気に召さないらしい。しかしこの友人、大抵の場合は不機嫌か、独自の価値観で斜めに構えているかのどちらかなので、珍しくもないことだ。藤村先生はホームルーム同様、遅刻ギリギリで教室に飛び込んできて、いつも通り授業を始めた。じゃあこの間の続きからね。トワイスさんの伝記です。授業中、レオ少年の口元がふとほころんだようにも見えたが、
だからといって別に何事もなく、今日もただただありふれな日常が。みんなはアムネジアクシンドロームとか知ってるかな？ある日、きれいさっぱり記憶なくしちゃうっていうホラーな話。脳の機能を麻痺させちゃう病気でね。口内からの、ね、粘膜感染。汚染した水を飲むだけでかかっちゃったらしいわ。今読んだ文はその病気について触れているんだけど、そういう怖いウイルスのワクチンを見つけたのもこのトワイスさんなわけよ。あ、ちなみにアムネジアシンドロームはもう治療法が確立されてるからね、終点忘れた言い訳にしても無駄よ。先生が若い時はそういう不届きなクラスメートが結構いてね。あ、大事なことだからもう一回言うけど、先生は今でも若いのよ。ここテストですから、本当に。タイガーの話は横道にそれ出す。またかとクラスメートの気持ちが泣かれた時、いやー、これ俺にも当てはまるな。お茶遊びの話は横道にそれ出す、かっこブレイクタイム中。またかと視聴者たちの気持ちが泣かれた時って読むと、俺のブレイクタイムの話はいらないのかもしれないと思ってしまうが、俺はやっていくぞ。じゃあ次やっていきましょう。おっと、また画面がしらちゃけた。藤村先生。レオが立ち上がった。授業中に教師に支えたわけでもなく、唐突に教室中の目が驚きと、これから始まる何かへの恐れを伴ってレオに集中する。少年は周りを見回して視線を受け入れ、それに皆さん、そろそろ僕は行くことにしました。これでもう会うことはないでしょうが、ごきげんよう。なんだ、頭が痛い。あ、もう一つ言い忘れていた。藤村先生は今もお若いと思いますよ。あなたはそこにいるだけで青春を回せる、すでに得難い人でした。お辞儀だろうか。小さく状態を傾けると、それから教室を出ていった。止める暇もなく速やかに。じゃあこの続きですね。86ページを。生徒たちはページをめくる音、ぎこちなく授業が再開される。ああ、目立ちたがりでも、ここまで行くと見苦しいね。授業中だぜ。トイレならもっとこそこそ行くもんだろう。何が行くことにしました、だ。どれだけ大事に育てられたお坊ちゃんなんだが。もちろんそんなことであるわけがない。白昼堂の謎のエスケープ。それなのに先生は大音もしない。怒る様子も見せない。クラスの生徒たちも何も言わない。授業が滞りなく進められる。何事もなかったかのように。それはいつもと同じありふれた日常の風景で、だからこそこれ以上なく不自然だった。さあ、いよいよ意味がわからなくなってきたわけだが、レオが教室を出てから台本通りに進めなければいけない芝居のように、淡々と不自然な授業は続いた。おかしい、絶対におかしい。地面が微妙に傾いている。目に見える風景が刻一刻と現実感を失っていく。なんだかひどく頭が痛い。ここがどこなのか、自分が誰なのかもわからなくなりそうだ。ああ、そういえば僕は誰だ。名前は何だ。年はどこに住んでいる。家族は何人だ。この学校に来る前何をしていた。何も思い出せない。記憶がすっぱりと断ち切られている。そんな、一体どうして。そうだ、部長なら、新聞部の部長ならこちらの名前くらい知っているはずだ。部活に入るとき書類くらい出しているはずだ。彼女に聞いてみよう。彼女はおそらくいつもの場所にいるだろう。はい、 BGM が不穏な感じですね。ついでに生徒たちの色も若干白くなっていますね。モノクロチックになっています。いつもいた子もどんどん休みになっていくんだよね。ねえ、この学校でちょっと変じゃない。今更か。レオのやつ、一体どこに行ったんだ。まさか授業をサボるとは。結構大事なんだよな。まあ、
て2日目で早速おさぼりっていうのはなかなかだと思うけどな。レオ君、突然どうしちゃったんだろうね。でもなんか私もあれを見てからこのままじゃいけない気がするの。何かしら違和感を覚えてるんですね。痛っ、ここのとこ頭痛がひどくて何かが引っかかるのよね。さあ何が引っかかるんでしょうかね。こっち特に何もなしで、部長をスルーしてと誰もいない、まさかの誰もいない。 OKOK、 じゃあモブに話しかけていきましょう。の前にちょっと待って、話す取材お疲れ様、報告は部長にお願いね。ここ見れないかな。見えた見えた、つくみはら学園最終号、学園新聞最終号、最終号ってことはこれ以前にここにあったのか。あー見忘れた、くっそ、多分これ最終号ってことは何号か前もあったんだな。怪奇視界を覆うノイズ、まさにこれですね。学園内に残った生徒たちにお知らせです。予選期間はもうすぐ終わります。早く真実を見つけ出してきちんとお家に帰りましょう。さもないと一生どこにも帰れません。なんと恐ろしいことなんだ。あ、もしかしてここには新聞部の新聞が書いてあるけど、上に行くと志村先生のあれが書いてあるのかな。いや、頭が痛い、この視界のノイズはなんだ。やっぱりなんか苦しんでいる。よう部長。よ、我が部のエース、昨日の取材成果はどうだった。部長の様子はいつもと同じだった。昨日の成果と言われて中アニアに倒れた死体を思い出す。いや、それより今は自分のことだ。彼女に僕の名前を尋ねてみよう。は？あんたの名前？そんなの図書室で名簿でも調べなよ。そうか、名簿だ。学生名簿を見れば自分のことがわかる。何か思い出すこともあるかもしれない。図書室へ行ってみよう。いやー、これ異常だろう、普通異常だろう、気づけよ。先輩が自分の名前を覚えてない時点で察しろよ。察しろっていうか、うん、まあいいや。てか図書室に今のご時世あるんですかね、学生名簿なんて。個人情報流出しかけないとしかねないと思うんですよ。名簿見たいの？なら図書室の本棚にあったと思うわよ。じゃあ行きましょう。こんちゃー、多分これですね。他なんかあるかな。うん、他は何だろう、調べる。この本棚は小説関連の棚だ。ここには若年層向けの小説、いわゆるライトノベルというジャンルの本が置かれている。はい、特に見なさそうですね。じゃあここに行きましょうか。誰もいねえのか。管理者どこに行ったんだ。この扉は司書室に繋がっているだ。ドアの前に張り紙が貼られている。はい、じゃあ調べましょう。見つけた、つくみはら学園学生名簿。これを見ればきっと自分のことが。手に取りページをめくってみて異変に気がつく。白紙。どのページも全て白紙だった。隣にある過去の名簿にも手を伸ばす。ページをめくると白紙。何が起こっている？僕は誰だ？ここは一体どこなんだ？だんだんとこの学園の核心に近づいてきていますね。おっと、いなくなってる。あ、これさっき見たな。じゃあちょっと上行ってみましょう。上行って、よう。あら、ずいぶん顔色が悪いよ。ひょっとして世界が白く見えるかしら？ふふ、ならもう少しね。どういうこと？この人何か知ってるんだな。教えろ。まあいいや。試験まであと1日、勉強怠らないようにね。藤村先生より。ここは変わらないんだ。
おっと、こっちも行こう。テストまでもう時間がないが、君は大丈夫か。俺は聞かないでくれ。さあ、ここは何だ。中庭に面して開いた角、開いた窓から気持ちの良い風が吹き込んでくる。窓の向こうに目を移すと、中庭の中央で一人佇む女子生徒がいた。長くうねる紫の髪、褐色の肌、その要望以上に彼女の佇まいは異質だった。両手を不思議な形に組み合わせて、まるで瞑想でもしているようにまぶたを固く閉じている。その姿に目が引き寄せられる。他の生徒たちは誰も気にしていないようだが、そのことにすら違和感を感じるほど彼女はこの景色の中で圧倒的に異質だった。彼女が目を見開いた。瞬間、吹き荒れる横殴りの衝撃、まるで校舎に巨大な質量が衝突したかのような振動に思わず腹を踏む。中庭から、いや彼女から離れた爆風がゴーとともに校舎を横殴りに揺さぶったのだ。いや、何が起こった。混乱の中、直にノイズが走る。めまい、頭痛、暗転、宇宙空間にいるような浮遊感。立っていられず、まぶたを閉じる。目を開くと、爆発の前と何も変わりのないいつもの報告がそこに広がっていた。ただ、むせ返るような甘い香りが辺りを包み込んでいる。中庭の女子生徒はすでに姿を消していた。幻だったのか、だろうか、それとも。その場から浮き出したその時、廊下の先からさっきの中庭にいたはずのあの女子生徒が歩いてきた。わお、なんてこった。破壊を前提にした接触だったのですが、頑丈なんですね、ここ。彼女は窓の外を眺めながら、独り言のようにそうつぶやくと、にこりと微笑んで通り過ぎていった。そうか、今のは、彼女が何かしらを、彼女によって、この学校自体を なぜか破壊しようとしたけど、そこで何も起こっていない平穏な学園が広がっているのか。なんだここは、と謎が深まるわけですね。おっと、これまたさっきの幼い子供のイベントの続きかな。背後にあの気配を感じた。この前は怯えさせてしまったが、また会いに来る気になってくれたようだ。すぐに振り返って驚かれるのでやめた方がいいだろう。話しかけるのもきっと良くない。とは言っても、このまま何も言わずに見つめ合うだけというのもあまり良いことには思えない。脅かさないように気を配りつつ話しかけてみるべきだろうか。それは話しかけましょう。顔を合わさない方が緊張されずにいいかもしれない。振り向かないままで声をかけてみる。見えないので少女の表情は分からない。ただどことなく逡巡する気配を感じる。その姿と上に儚げな小さく透き通る声。声は途切れ途切れに迷いながらも続けられる。お兄ちゃんは私のこと怖くないの？もしかして私に会いに来てくれてるの？で、また声優が消える。ここら辺も声優ボイスでやってくれ、頼むぜ。もしそうだったら、私はアリス。いつもここにいるから。声が途絶えた。また消えてしまったのか。そう思って振り向くと、少女アリスはまだその場に立っていた。見つめるとびっくりして消えかけたが、すぐに姿を現した。そしてこちらを黙って見つめ返す。そして見つめ合っていると、ほんのわずか彼女が微笑んだような気がした。おっと、この話しかけられるんだ。
いつか一緒にお茶会しようね、お兄ちゃん。いいんじゃないの。いやー、私ね、なんか なんだろうな、子供が全般的に苦手ってわけじゃないけど、最低限意思疎通が取れないと結構辛いんだよね、なんか。だからね、こういうこのなんか養生系キャラは苦手です。申し訳ない。そういうのが好きな人には申し訳ない。確かに純粋無垢すぎるんだよな、俺にとっては。そこが俺のなんだろう、俺の考え方の根本的なところ、俺の生命としての根本的なところかとは合わないのかもしれない。どうでもいいわ、なんか哲学に入りそう。やめようやめよう、こういう話。屋上行けるかな。はい、屋上行けません。さあ戻りましょう。何でしたっけ、このノイズの正体を調べるだっけか。とりあえず下行こうか。おっと、りょうくんがいますね。またさくらとなんかわかめが寄り合ってんな。さくら、さくらもなんかしらっちゃけてる。あ、兄さん、お前昨日も弓道部の朝練サボったそうじゃないか。どういうつもりなんだ。ごめんなさい兄さん、でも私、また僕の顔に泥塗りやがって。いいかい、何度も言ってるぞさくら、いつまでも他人のことなんかより僕の言うこと。いやいや、待て、シンジ、何日か前にこれを やったことを思い出したか。妹だって、僕に妹はいないようだ。欲しかったけどいなかったはずだ。何か最近なんだこれ、この違和感。あ、兄さん疲れているんですね。ごめんなさい兄さん、ごめんなさい兄さん、私間違っちゃった。ちょっと読みづらいっす。ほら落ち着いて兄さん、落ち着きなさいお兄さん、落ち着きましょうシンジさん。おっと、どんどん崩れていってるな。ほら、どれがあなたの落とした妹ですか。早くしないと大変ですよ、兄さんにはどうせ無理なんですから。だからもっとバカになっちゃえ。ほら落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて兄さん。ささささささ、なんだこれ、畜生、絶対おかしい。兄さん待って兄さん。なんか笑っちゃったわ。っていう感じで、マとサクラ、ロボットのように同じ言葉を繰り返している。それは言葉というよりセリフと呼んだ方が正しい気がような気がしてきた。そしておかしくなりだしたのは彼女だけではなく、逃げ出したシンジだけではない。強烈な違和感に襲われる。校舎が歪んで見えてくる。間違いない、この世界は絶対に変だ。はい、もう違和感をビンビンに感じ取っております。いや、 あ兄さん疲れているんですね。ごめんなさい兄さん。あ、さ、これずっとこれか。常にこっちを見ていきましょう。誰もいない。噴水だ。ポンプによって引き上げられた水は美しい光沢が落下している。それだけか。じゃあ戻りましょう。もうここに用はない。あ、そしていなくなってるし。さあ、じゃあ行きましょうか。この世界はおかしい。それ以上に自分の記憶がないことに不安を覚え、校内を徘徊する。ふと1階のロが歩いていくレオの姿が目に映った。転校してきた ばかりのレオが1年の教室に用事があるとは思えない。しかしこの廊下の奥は行き止まりのはずだ。一体レオはどこに行こうとしているんだろうか。じゃあ奥に行きましょうか。
応セーブしておく。ここからですね、どんどんと物語は加速していくんじゃないでしょうかね。